毎度自作ルアーのヒロボーです。今回はロッドスタンドを作ってみたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。これが設計図になります。高さがだいたい980ぐらいと横幅が868ぐらいでいきたいと思います。ホームセンターなんかで売っている杉や白松、そして竹屋さんで買った竹なんかを使ってみたいと思います。まずはこちらの1番と2番のここの部分を作りたいと思います。横から見た感じがこういう感じです。杉の 14mm×90mm×975mm を使いたいと思います。ここの丸い部分をコンパスを使って引きました。両面テープで2枚を1つに合わせます。よいしょ。カットするのにこういった卓上糸の小判を使いたいと思います。こういう感じでカットできました。次にこういったベルトサンダーで整えたいと思います。こういう感じでカットできたので、サンドペーパーの120番ぐらいで削っていきたいと思います。だいたい丸くなったので両面テープを剥がしたいと思います。これで丸1番と丸2番の木材の加工が終わりました。次に丸3番の部分の木材を加工したいと思います。杉の 14mm×90mm×975mm を使いたいと思います。電動糸の小判で 828mm でカットします。丸3番の板が 828mm でカットできました。次に4番、5番、6番、7番の木材を 828mm でカットしていきたいと思います。使うのは白松材の 910×14mm の 30mm になってます。4番、5番、6番、7番4本とも 828mm でカットできました。5番だけ端から 40mm、80mm、80mm 間隔で10mm のドリルで穴を開けました。こういう感じです。丸棒はホームセンターで売っている 10mm パイの 910mm を、次に8番と9番の木材を加工したいと思います。横から見るとこういう感じです。材料は杉の正目石装材を使いたいと思います。 18×90×970mm です。 270mm で2枚カットしたいと思います。2枚カットできたので両面テープでくっつけてからこういう感じでカットしたいと思います。8番、9番のこの形がこういう感じでカットできました。そしてベルトサンダーで整えておきました。これで丸1番から丸9番までのすべての枠組みの木材がカットできました。次に塗装を行いたいと思います。和心さんの水性ニス木工作用オールナットです。使用方法です。サンドペーパーの240×320番で木目に沿って軽く研磨してくださいって書いてあるので研磨したいと思います。こういった両備さんのマイサンダーを使って削っていきたいと思います。360番で削れました。ハケは100均のハケを使います。両手にこういったビニール手袋をしてから塗りたいと思います。仕上げ塗りの前に軽くサンドペーパー400番ぐらいをかけてくださいって書いてあるのでかけたいと思います。こういう感じで塗装が終わりました。2回塗ってから一度削って、そしてもう一度仕上げで塗りました。こういったドリルドライバーを使って穴開けしたりネジを止めていきたいと思います。そして下穴を開けるのにこういった 3mm のドリルと、ネジを締めるのにこういったプラス
ステンレススリムネジの 3.3×25mm を使いたいと思います。こういう感じでネジが止まりました。同じ方法で4番、6番、7番を止めたいと思います。5番は最後にしたいと思います。4番、6番、7番がつきました。こういう感じです。こういう感じで2本で止めています。両サイドの8番、9番は一番最後につけたいと思います。こういった剣刃字書き風を作ってみたいと思います。あくまで日曜大工レベルなので、そこのところよろしくお願いします。竹屋さんで買った竹を加工していきたいと思います。竹屋さんでめっちゃくちゃ長い竹1本が1000円でした。そして竹屋さんでノコを借りて92、3センチぐらいでカットしてから家に持って帰ってきました。もみ殻や藁なんかが手に入らなかったので、こういったたわしやシュロ縄なんかで磨いていきたいと思います。こういう感じで綺麗になりました。次に竹をどこのパーツにするか割り付けていきます。根元の方を元口と言います。そして上の方のことを末口と言います。それぞれのパーツは玉縁、そして押し縁、立て子になります。今回胴縁はこちらの4,5,6,7で行いたいと思うので、竹は使わないです。今回玉縁一番上の竹はこちらの太い竹を使いたいと思います。次に押し縁はこちらの中間ぐらいの太さの竹を使いたいと思います。あとスタンドの一番下のロッドが倒れないようにするのはこの細い竹でいきたいと思います。そしてこの辺ぐらいの太さの竹を立て子にしたいと思います。4等分にしていきます。竹を割るのはこういったナタを使います。そして割るときにこういった木製のハンマーや、これはゴムハンマーですけど、こういったものを使います。そして左手は最低こういった手袋をしてた方が安全だと思います。竹の加工も終わりました。それでは組み上げていきたいと思います。こういったシュロ縄の袋を使いたいと思います。4ミリタイプです。そしてハサミは岡常さんのハサミを使います。そして作業しやすい長さにカットしてから水につけて
使っていきます。まずは端を留めていきます。よいしょ。そして木バサミでカットします。次にグラグラしてやりにくいのと撮影機材があるのでやりにくいんですが、立て子を書き付けていきたいと思います。こういう感じで次々と書き付けていきます。立て子の書き付けが終わりました。裏はこういう感じです。次に押し縁を仮止めしたいと思います。押し縁2箇所の仮止めが終わりました。次に押し縁を留めていきたいと思います。こういった振り針を作ってみました。それに通します。そして入れていきます。押し縁をこういう感じで留めてみました。こういう感じで節も抜いておきました。最後に玉縁を乗せます。そして3本のねじりイボ結びで留めたいと思います。ねじりイボ結びが結べました。こういう感じです。下の丈は半分にカットしてから真鍮釘の 1.8×32mm で留めました。これは 800mm のところで留めています。そして丸棒の 10mm パイを 100mm でカットして丈に穴を開けてから刺しています。そして8番9番はこういう感じでステンレススリムネジの 30mm で留めました。これで自作の竿立てが完成です。どうでしょうか。ロッドを置くとこういう感じになります。こういう感じで輪ゴムを引っ掛けると転倒防止にいいかと思います。余った竹でこういった一輪挿しを作ってみました。こういう感じです。庭木のもみじを摘んで添えてみました。それではまた楽しんでみたいと思います。ご視聴おおきに。